多分、うん、こそうそうそう。はいよ。ここに。お父さん、これだけは取っといたわけ。待って、待って。取った方がいいかな。うん、いやいやいや。ちょっと取って、ちょっとこう。そう、ちょっと、いいよ。これは土のあれちょっとずつ、そうそうそう、ちょっとずつ外側から剥がすぐらいで。取れそう？もし、そうそう、あれ上がパカッと開けられるのと上からパカッと開けた方がいい。そうそうそう、こっちを皮切りに。ゆっくりよ。結構硬い。穴がもし見えてきたら。なんか見える？あ、ちょっとだけ、ちょっとだけ。穴がある。なんか見えるんじゃない？動いてる。嘘。ほら、土が動いてるさ今。ちょっとずつ上げていこう。赤い。待って。いやいや、赤いのはいいんだよ。おお。これいいの？多分大丈夫じゃないかな。だ、落とせんやろうか。切っていい？あの、これ、待って、これよりはもうちょっと横をパカって割った方がいいかもしれない。両サイド。これとこれ。動いてる。こういう方は触らないで。これも抜け出そうとしてるんだね、こいつ。よいしょ。おー。はい、そう、ここ。おお、来た。お、結構いいんじゃん。お、手を挙げてる。やったぞって。おお、綺麗。綺麗に出てきた。おお、ルビー。いつものと違う。すごい。これ全員できてんじゃねえの？うわ、すげえ。ちょっと待ってよ。触ってみたい。ちょっと待って、ちょっと写真撮らせて。写真。あ、あれで撮ればよかったの。ビデオをして、うん、撮るさ。うん、ここ押したら写真撮れるんだよ。これ撮れた。あ、そうなの？うん。知らなかった。音もなく撮れる。あ、そうなんだ。そうだよ。これ音を立てずに撮る裏技っていう。これ今撮れてるの？うん、撮れてる。音がないんだ。見たら分かる。おお、すげえ。おお、すげえ。他の全員もあれじゃん。ほら。ん？ちょっともう本当沖縄の小切りに。沖縄みたい。沖縄の色に似てるね。痛いよこれ。痛いよ。平たみたいな。うん、そう平たみたいな感じ。体太いから。やめた方がいい。普通に痛いはず。いつ出たのかな。いや、もうでも本当最近だはずよ。ここ10月とかかな。今10月入ってからか。9月のあれじゃないかな。中頃で出るぐらい。意外と気性荒いかもしれない。あー、痛かった。足のほど痛かった。かい血出るかと思ってしょ。爪鋭かったし。うん、鋭い。あ、ほんと爪痛。これ痛いね。あ、全然違うな。あれみたいだな、あの外国産のり昔。そう、アトラスみたいな。痛いでしょ。あ、そういう。え、お父さんも噛まれるよこれ。
うんうんうん、見える見える見える。お、気をつけて。お、あ、こっち手のところだから気をつけて。反対にした方がいいね。あの手と足、おお、つかないように。おお。これはメスかオスか。あ、メスだ。取れるんじゃないこれ。オスかな。あ、これメスだ。ゆっくりよ。うん。これオスか。似たようって言ってる。おお、出たお。これも大丈夫。綺麗なやつじゃん。うん、綺麗だね。パンピンだね。おお。すげえ。よかった。オスが多いのかな。これオスだよね。これオスだよ。メスってどんな感じ。メスはほら、ちょっとさ、イリオマトで、うん、トートみたいな。違うか、うん、違うと思う。やったい、はい、よいしょ。これ大丈夫かな。土の土が違うから失敗したとかないかな。メスじゃん、メスじゃん。嘘、メスじゃん。ほら、歯の大きさ的に。はい、ちょっとやってみよう。おお。うわ、大丈夫か。これでもちょっとすぐには交尾させない方がいいよ。ちょっと体を、うん、あともう一匹もメスだったらちょうど繁殖できる、うん、うわすげえ。ニャイマル久しぶり、久しぶりのニャイマル。元気なやつ。前は元気じゃなかったけど今回は元気。そうだね、前はもう死に方足とかね。噛まれるよ。どれだっけ、これかな、次。あ、違うな、これだ。なんかちょっと、じゃあ土戻そうか、うん、もうちょっと一人だけかわいそうじゃん。取れる？こっちが。おお。どうだろう？おお。おお、手上げてる、手上げてる、万歳してエサに見向きましょう。